さてここからはカラーガーズ隊の演技とともにご覧いただきましょう。カラーガーズ隊は昭和61年に消防のメッセージをより多くの方に届ける目的で編成されました。パレードや広報イベントなどに参加し防火防災を呼びかけています。本日は新井由美作曲ルージュの伝言ポケットモンスターより1,2,3 に乗せて演技をお送りします。Thank you.
ますでしょうか。